武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。お茶水本高校社長清水です。皆さん、武田塾チャンネルのチャンネル登録とこの動画へのグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。清水で今回のテーマは文典についてっていうテーマに話をしていこうと思います。はい、僕自身も元々理系のクラスにいたところから志望校が変わって文典をして大学受験をしたという経験があるので、文典のメリットデメリットと、苦労した部分について今日はちょっと話していこうかなと思います。お願いします。じゃあまず文典のきっかけなんですけど、僕元々天文学者を目指してたんですよ実は、高1の頃天文研究部に入ってるんですよ実は。それもすごいですね。今日もうすぐ辞めちゃったんですけど、なかなかいないと思いますけど、はい、それからちょっと宇宙に興味があって、ちょっと今思うとね、大学も理学部宇宙学科とかを最初志望してたんですけど、友達でめちゃくちゃ科学とか宇宙に関してもすごいやつがいたんですよ。でその子が、なあ高田みたいな、お前今週ニュートン呼んだみたいなっていう話しかけてきたんですよ。あの科学雑誌のやつ、科学雑誌ニュートンっていうのがあって、ね、はい、何それみたいな、呼んでない呼んでないと思って俺呼んでるでって言って、はい、なんかニュートンを見せつけてきたんですよ。結果兄弟の理系入ってるんで、はい、めちゃめちゃすごい友達だったんですけど、はい、あのニュートンっていう科学雑誌をめちゃめちゃ楽しそうにその友達が呼んでたんですね。僕はそれを見てこいつには勝てないと思ったんですよ。こいつとあの大学入ってからもその先 もう戦い続けないといけないと、はい、いつか勝たないといけないと思うとこれは無理だと思って、自分が本当に興味のあるものって何なんだろうっていうのをこう考えていったんですね、はい。確か林塾長と高校1年生の時に受験相談をするんですけど、はい、結局高田くんは将来何したいのと、はい、何が好きなのみたいな話をして、はい、僕アイドル好きなんですよ、はい、そしたらアイドルの一生ファンでいいのみたいな、はい、アイドルと一緒に仕事しようよみたいな、うん、テレビ局とか電通とか工具代店入ればアイドルと一緒に仕事できるよみたいな話を受けて、あマジかと、はい、今までファンだったアイドルと仕事できるんだと思っていろいろ調べた結果、テレビ局とか電通とかもう文系でいけるらしいと、はいはい、理系の勉強ちょっともう疲れた大変だと、はい、友達みたいになれないと思って文転するっていうきっかけだった。なるほどですね。理系の道に進んじゃったと、はい、友達が理系行くからとか、頭いい子、はい、成績上位って大体みんな理系に行くんですけど、将来のことを考えると、はい、本当にこのまま理系でいいのかって思うこと結構いると思うんですよ、うん、ただ僕が言いたいのは、文転っていう選択肢あるよと、理系のクラスにいながら大学受験は文系のところを受けるって道があるんだよってことをメリットとデメリットを話していきたいんですけど、文転する場合は文転するからという理由で大学受験の負担はほぼ増えないです、うん、例えば数学あるじゃないですか、はい、数学理系のクラスいたら3までやります。でも文系だったら 2B でいいです。だから3の勉強そんなしなくていいです、うん、で、理科ありますと、文系の場合理科基礎でいいですよね、はい、だから理科の負担も増えないです。で社会が1科目増えます。で国語が二次試験も必要になります。そのあたりがちょっと大変なんですけど、国語の二次試験、はい、確かに記述の問題大変なんですけど、そんな勉強時間めちゃくちゃかかるかというとかかんないです。本1冊2冊やっとけば記述も対応できます、はい、で社会も1科目増えて大変なんですけど、小池の参考書がね、社会はすごく独学しやすい科目なので、うん、授業がなくてもなんとかなる科目なんです。そうなんですよ。要は数学3とか二次試験の理科、はい、物理科学とかと、はい、VS 二次試験の国語と共通テストの社会なんですどっちの方が軽いかっていうと、僕は文系の方が圧倒的に軽い、はい、文転したからといって文系行くから負担が増えるとか全然ないです。わからないです。受験においては文転しても全然大変じゃないです、うん、で次デメリットの方は、はい、定期テストと理系の宿題ですね。あなるほど。そこが大変です。確かに科学の定期テストで9点取っちゃって学校先生ぶち切られたりとか、はい、数学3をもう定期テスト前日にもう必死こいで微分析をやってなんとか20何点か30何点でギリギリ決定乗り切ったりとかもうめちゃくちゃ大変でした、はい、やってますね。1週間前は定期テストに全部捧げると、1週間前は定期テストの範囲をなんとか参考書で頑張って勉強して最低限20点か30点が取れるようにするみたいな、卒業できるだけの点数は取るみたいな風に決めてしまって、やれば大変なんですけどなんとか乗り越えられます、うん、なんかデメリットとしてはそんぐらいですね、はい、この話を聞いて変えるんだったらすぐ切り替えて戦略を立てていくと、うん、まあ、ちょっと時期にも言えますが、はい、まあ、まだまだいけるんじゃないかなと僕思うのはね、はい、高校1年生の頃の分離選択1回の選択で人生って大きく変わるわけじゃないですか。そうですね。2年生とか3年生になってこの動画を見てる人が、はい、うわあの時逆選んどけばよかったって後悔してると思うんですよ、うん、で自分のやりたいことのためにもう1回変えるのか、もう嫌やなって思いながらちょっと理系じゃないけどとりあえず
も選んでしまったから仕方ないと思って進むのか、どっちかなんですよ。で、人生はやり直しが効くと僕は思ってて、変えるなら今なんですよ。分転するなら今なんですよ。はい、だから理系のまま成功する道もあると思います。そしたら理系を好きになってください。好きになって理系の道に進んでください。ただ自分は理系じゃないのになっていう風にこうなんかモヤモヤしたまま理系に行くんだったらそれは絶対やめてください。大学生活は絶対楽しくないと思います。分転って道もあるんだよと、全然変えられるんだよと、負担増えないんだよと、それで僕も成功してるよということをみんなに伝えてもらって、分転という一つの選択肢をね知ってもらえたら僕は嬉しいなと思ってます。はい、はい、というわけで僕のね分転するきっかけと分転のメリットデメリット、分転についていろいろ話をさせてもらいました。参考になれば幸いです。今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。